10キロジョギングした後、ウォークモードを解除します。はい、今こちらの画面ですね。ウォークモードでロックがかかった状態になっております。はい、今ロック解除しました。はい、私先ほどまでですね、10キロジョギングをしておりました。まあその間ずっとね、こちらのがドラクエウォークの画面、ウォークモードにしております。ウォークモードにしてスマホを持ってですね、まあ持ってとか、まあウエストポーチにね、スマートフォンをね、入れて、はい、10キロ走ってきたところでございます。ということで、まあその間ですね、まあたくさんモンスター倒したと思います。というわけで、このウォークモードを解除すると、その成果がわかるということで、今から早速解除していこうと思います。では、解除。はい、463匹倒してですね、手に入れた心23個あります。はい、この中ではですね、はい、あまり現れない枠、動く石像がね、結構いいところかなと思います。まあ、あとはですね、ちょっと S4 つ揃ってますばっかりですので、まあ、基本的にはね、あまり、まあ、全部真珠ポイント行きですね。アイスフライもね、もう S あるんですけれど、はい。すでに S4 つ揃っておりますので、まあ、これも真珠ポイント行きということになります。はい。次ですね、仲間モンスター、スカウトモンスターの方見ていきましょう。はい。あ、金の卵がね、ありますね。あとは銀の卵2つ、そして1万歩族の、はい、炎の戦士あります。波ということでね、素質としてはもう、基本的にはね、素材、そうね、継承雪ですね。はい。というわけで、習得スキルをね、見ていきましょう。激しい炎ということで、まあ、ちょっとこいつは外れと。メラゾーマ持ってたらね、当たりなんですけれど、まあでも1万歩族のモンスター、ね、特殊効果とか結構いいのがね、出てきますので、まあ、これはこれで良かったかなと思います。あと、金の卵もありました。はい。ということで、今回はですね、こんな感じでございます。はい。で、まあそうだ、今22時54分なんですけれど、だいたい21時過ぎにですね、出発したんですね。その際、氷魔の結界がというね、状態であったと。まあ、今のね、イベントでですね、まあイベントで、まあちょっとアイテムをね、取るために必要なね、なんつうのかな。まあいいや、この、上のポイントですね。今362個ってあるやつですね。まあそれが たまりやすい状態だったということでございます。というわけでちょっとこちらの方を見てみましょう。はい。会長の餌ですね。はい。300個あったので、まあ30回、3回分ね、できるということになります。1、2、3、4。はい。はい。称号1個と、あとは、石符か、石符4枚いただきました。あと真珠ポイントいただきました。はい。ちょっと入手可能アイテムちょっと残り見ていきましょうか。はい。真珠ポイントとゴールドぐらいですね。はい。あとは先ほどね、称号も手に入れましたので、あとはね、基本的にはもう手に入れるべきものは手に入れたと。はい。というわけで、あとね、20回分やっておきましょう。20回探索。まあ、2回分ですね。はい。はい、どうでしょう。石符ができるだけ欲しいですね。うわ、これ最悪のパターンかな。まあ一応ゴールド5万はありましたけど、それ以外、それとあと石符1個以外、500ゴールドっていう、ちょっと、とんでもないですね。まあ、こういうね、設定をするから運営さんちょっと嫌われるというかね、炎上するんだと思いますね。まあちょっとこういうのは、もうちょっとね、設定を変えて欲しいですね。なかなかね、この石符っていうのはその下の強敵モンスターと戦うために必要なものなんですけれど、まあ、結局こういうのをね、まあいいや、愚痴ってでもまあ仕方ないので行きましょう。ちょっと、まあ運営さんちょっと、もうちょっと頭使ってください。はい。はい、ユーザー目線になって頭を使ってもらえればと。まあね、こういう設定、これぐらいならまあいいと思うんですけど、はい。というわけで、まあさっきみたいにね、500ゴールドがたくさん出ると、頭にね、来るんですよね。まあいいや、とりあえずそんなところで、ございます。真珠ポイントが、1000ポイントも2つありましたね。だいたい、ほぼゲットしたかな。まあ真珠ポイント1000だけですね。はい。まあいいや、はい。というわけで、一応ね、石符の方も27個集まりましたので、まあ強敵モンスター27回倒、戦えるということになります。こっちもちょっと見ておきましょうか。はい。81万ポイント累計でいってですね、まあ、120万ポイントまで、まあ、3分の2ぐらいいったかなというところですね。
あと一応こっちはですね、レベル30もすでに、昨日攻略をしております。ということで、あとはですね、そうだ、はい、こちら、アルクンデス W 見ておきましょう。今ね、エンジェルスライムで、あと少しで終わるんですよね。残り1時間で、エンジェルスライムとお別れになります。はい。本日2万5000歩。歩きました。まあちょっと先ほどジョギングですね、行ったんですけど。はい。まああとですね、しばらく、ちょっと前に、稲妻の剣、4本目ゲットしました。371万歩ということで。はい。まあそんなところですね。そうだ。あとですね、仲間モンスターの方ちょっと見ておきましょう。卵がちょっと割れなかったですね。卵を割れればと思ったんですけど、はい。金の卵が、はい。2400歩ほどちょっと足りなかったみたいです。はい。あとはですね。はい。訓練場見ていきましょう。何をセットしたかな。ああ。ははミニデーモンとガチャゴ、いずれも7000歩族かな。のモンスターをが、セットしておきました。まあ、ちょっとなかなか、なんかあんまりいい特殊効果が、なさそうな感じですね。レベル45まで上がったんですけど、まあいいや、はい、仕方ないですね。はい。ということで、そんなところですね。はい。というわけで、あとは何かやり忘れたことがないかということなんですけれど、まあなさそうですね。はい。というわけで、今回10キロジョギングした後、ウォークモード解除動画でございました。毎週2回恒例のやつですね。というわけで、まあ、こんな私を応援してやろうという方はですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。